ですか。うん、この前奏のところとかは、はい、このベースと左手を左手で、はい、左手でやって。例えばコードネームでちゃんちゃんちゃん、私も本当に適当、本当に適当なこれじゃ適当にしてね。いやでも本当だからね、コードネームが分かってるとね便利ですよね。そうだからね、あのピアノの先生方ほらコードネーム苦手っていう人もさ、苦手って言ってないで慣れればいいのにねとか思うんだけど、本当ね便利ですよね。はい、じゃあまず合わせてみましょうか。はい。はい、はい、2曲ね。はい、はい、それでは。